ルートビヒ・フリードリヒ・アレクサンダー・フォン・ビュルテンベルクは、ビュルテンベルク公フリードリヒ二世おいゲんと、その日で、ブランデンブルク・シュベート辺境白、フリードリヒ・ビルヘルムの娘であるフリーデリケ、ドロテア・ゾフィアの間の次男。初代ビュルテンベルクをフリードリヒ一世のすぐ下の、弟で、ロシア皇后、マリア・フヨードロブなのに。ルートビヒは1784年に、 ポーランド・リトアニア共和国の大貴族、アダム・カジミエ・シュチャルトリス機構の娘、マリア・アンナと結婚し、リトアニア軍に、騎兵隊の将軍として出資していた。しかし1792年に、ロシア・ポーランド戦争が始まると、ロシア皇太子妃の実刑であるルートビヒは、ロシアと戦うのを拒んで戦線を離脱した。妻、マリア・アンナは、 夫がポーランドを裏切ったことを知ると離婚を決意し、夫妻は翌1793年に離婚した。1784年10月28日にマリア,アンナ・チャルトリスカと結婚したが、1793年に離婚した。マニー一死を設けた。1797年1月28日、バイロイト郊外のヘルミタ・ーゲデナッサウ・バイルブルク港。 カール・クリスティアンの娘ヘンリエッテと再婚し、5人の、子女を設けた。ありがとうございます。